私、改めまして、認定 NPO 法人ブリーチフォースマイルの代表を務めております、林と申します。よろしくお願いいたします。今日ですね、最初に簡単に自己紹介させていただきましたと、コエールっていうプログラムのですね、ご紹介させていただきまして、その後ですね、今日当事者として、このコエールで登場してくださったメンバーにですね、来ていただいているので、私たち2人でですね、ちょっとトークセッションという形でご紹介させていただければと思っています。で、最後に質問の時間も設けていますので、ぜひコエール、終わった感想などを聞いていただければと思っております。で、私どもブリーチフォースマイルという団体なんですけれども、2004年に設立しまして、今、活動エリアがですね、基本的には関東圏中心なんですけれども、九州の方、もしくはですね、全国にも、様々なプログラムの呼びかけはしていまして、活動をしております。で、行政からですね、受託をして行っている事業なんかもありまして、大体年間2億円ぐらいの予算で、スタッフ56人、で、あとですね、特徴的なのが、この活動ボランティアと協力企業団体数の数なんですけれども、この2004年に私がですね、設立したあの時、丸の内の、丸の内キャリアママだったかな？ごめんなさい。タイトルが。仕事をですね、していて、普通に会社員として仕事をしていて、で、そこからですね、30の時に NPO を立ち上げてるんですけれども、時にですね、立ち上げた、団体の理念がですね、ブリーチフォースマイルという団体名からもあれなんですけれども、ご想像いただけるかと思うんですけれども、笑顔の架け橋になりたいというところが最初の、思ったところでして、児童養護施設とか里親家庭の子どもたちに私たち支援をしているんですけれども、そういった子どもたちのですね、支援が必要とされる親を頼れない子どもたちがいる一方で、社会にはその支援をしたいのになかなかその支援をどうしていいのかわからないというようなですね、人たちがたくさんいることも知りまして、この NPO を立ち上げる大きなそのきっかけになったという話がちょっとまた別の、過去の回でさせていただいたので、今日はそこは割愛しまして。で、いずれにしてもですね、多くの人たちに、この子どもたちの支援に参加してほしいという思いから立ち上げた NPO になりますので、多くのボランティアの方々、そして、協力団体の方々と一緒に活動をしているという団体になっております。でですね、今回のそのコエールっていうプログラムなんですが、実はもう7月2日に終わって、今年4回目のコエールを終えたところになります。あ、今年4回目、今年で4回目、2019年に初年度始めまして、毎年1回、大体この7月に開催をしてるんですけれども、4度目のコエールを終えたところです。で、このコエールについてですね、少し詳しく説明していきたいと思うんですけれども、私たちですね、児童養護施設や里親家庭というですね、親を頼れない子どもたちの支援をしている団体になります。虐待とか精神疾患、経済的な理由などでですね、親を頼れない子どもたちがいるんですけれども、その虐待というところが、一番その今、入所理由、児童養護施設に入ってくる子どもたちの、背景として大きなところになっていまして、で、そんな子どもたちが、これからもですね、実は問題を抱えていますっていうのが、こっちの右側の方なんですけれども、まず、その子ども時代をですね、子どもらしく生きられずにいるというところですね。暴力を受けたりとか、あとはですね、お前なんか産まなきゃよかったとか、そういった暴言なんかでも傷つけられてですね、子どもたちっていうのは、自分には生きている価値がないんだとか、こういう親のもとで生まれた運が悪かったんだ、仕方がないんだって人生を諦めてしまいがち。で、そんな、心に傷を負いながら育っていって、そこがきちんと手当てされることないままに大人になってしまうとですね、その後も社会でうまく適応できなくなってしまって、ここからですね、またご本人自身がですね、大人になってから、さらに親になってからも、問題を抱えてしまうということがあって、これを負の再生産と言われて、親の世代の困難が次の世代に引き継がれてしまうというようなこともあります。
で、こんな子どもたちにですね、どうやったらその支援の、手を差し伸べていくことができるだろうというところで、私たちがその子ども支援をしながらですね、一つ啓発活動としてやっぱりやっていかなければいけないんじゃないかと考えてですね、親を頼れない子どもたちを社会で守り育てるために、共に行動する仲間を増やすと。いうところですね。子どもたちの存在っていうのは社会の中で見えない状態になってしまってるわけですね。家族という家庭という中で、出されているところ、そこにですね、でも子どもたちは、生活をしている。どうやってその子どもたちの存在に気づいて、一緒にその子ども支援、子どもを育てるという仲間になってもらえるかというところで、私たちはですね、2つこう、この超えるというのものを通じて、提案したいものがありまして、1つがですね、イルミネーターという存在です。子どもたちのですね、どんな経験をしているのか、どんな気持ちだったのかっていうところを、リアルに語っていただく存在として、ブリッジフォースマイル主催でですね、スピーチイベントを行いました。で、もう一つですね、サービスブラントという別の NPO があるんですけれども、ここがですね、研修プログラムを持っています。で、実は去年までこの研修プログラム一緒にやってたんですけれども、今年からですね、サービスブランドの方にメインをお任せしてですね、このソーシャルアクションという社会に働きかけをしていくというところのですね、プログラムを研修という形で実施していく、子どもたちへの支援を呼びかけるというプログラムを持って、このイルミネーターたちに問題を提起してもらう、社会問題を解決する研修を、社会人が組み立てていくというようなところでですね、一緒に社会に働きかけをしていけるような、プログラムを作っているところです。で、イルミネーターというところですね、光を照らす人というところから名前をつけました。親を頼れない境遇にあった子ども時代、どんな体験をしたのか、どんな思いでいたのか、今も人知れず苦しんでいる子どもたちに自分の経験を通じて光を照らし、その存在を浮かび上がらせるためにスピーチをしてくれるという若者たちです。で、今も虐待で苦しんでいる子どもたちがいるんだけれども、そういう子どもたちが、どういう状態にあるのかというところを、当事者でなくても、その当事者だった人たちの語りを聞くことで想像できるような、思いを馳せられるような、そんな、存在がイルミネーターという人たちです。そしてもう一つがですね、さっきのソーシャルアクションアカデミーというところで、研修プログラムを通じて社会問題を解決していくというようなプログラムをサービスグラント主体で今行ってくれているというところになります。でですね、イルミネーター、これオリエンテーション、今年の2月にですね、実際にイルミネーターの人たちに、このプログラムってこういうものなんですよっていうものを紹介しました。実はですね、これイルミネーターの人たちと、認識をすり合わせていく上で使った資料になるんですけれども、実は私たちはですね、このイルミネーターという人たちと、一緒に活動していく上で、非常にですね、立場の違いをどうやって乗り越えていくかというところが、一つの私たちのお題、チャレンジングなテーマということになっています。というのもですね、当事者の語りっていうのが、意外と、デリケート、意外とということでもないですね、いろんな価値観の中に当事者の語りというのが存在していまして、例えばですね、当事者の語りというのを、こういう、社会への啓発というところに使う場合もあれば、当事者自身がその自分の過去を振り返って、自分の人生を捉え直していくですとか、もしくはその、メンタルのですね、ケア、治療的にその語りを使ったりですとか、いろんな形でのですね、当事者の語りというのの活用方法があります。で、私たちのそのイルミネーターの語りはですね、啓発、社会にこの問題について知らせていくというところで、このイルミネーターの皆さんの力をお借りしているというところがありまして、そこら辺のですね、認識のすり合わせのために使った資料を皆さんにもちょっとご覧いただければなと。で、あと、どんなプログラムで、この私たちが当日を迎えるまでに準備しているのかっていうこともですね、少しご紹介していきたいと思っております。
まずブリッジフォースマイルが目指すこと、まあ、架け橋になるっていうお話をしましたけれども、その支援をする子どもたちに対してはですね、日本の、まあ、子どもたちがどんな環境で生まれ育っても笑顔で暮らせる社会、ブリッジフォースマイル、笑顔の架け橋であるというところで、目指しているところです。で、コエール、そのブリッジフォースマイルの中の啓発プログラム、コエールが目指すところは、親を頼れない子どもたちが、直面する不条理をなくすため、行動する仲間を増やすことということで、一体どんな不条理を子どもたちが抱えているのかというですね、共通認識をまずは持つためにですね、この子どもたちの、当事者たちの語りを聞くというところ、そして最終的には一緒に行動してくれる仲間を増やすことまで目指したいよというところで、このプログラムが存在しています。で、ここですね、コエールの仲間たちとありますけれども、コエールというのはですね、ブリッジフォースマイルの中の一つの啓発プログラムになるんですけれども、ブリッジフォースマイル自体はですね、自立支援とか、まあ、その自立支援に携わってくれる、ボランティアの人たちとか、企業の人たちとか、そういう人たちにも研修を行いながら、子どもたちをこう社会で育てる環境づくりをしたり、まあ、その環境自体がもう子どもたち支援になっていたりっていうところなんですけれども、このコエールというプログラムに関しては広報啓発事業ですよというところになっています。で、そんな中でですね、広報啓発ですとからまあ、イベントとして成立させて、それを多くの人に聞いてもらうためにプロモーションを行ったりするんですけれども、まあ、そういった協力チームがありますし、ここでですね、イルミネーターの皆さんが、まあ、安全安心に当日を迎えられるように準備期間をですね、5ヶ月間設けているんですけれども、その、準備期間のいろいろ運営をしてくれるメンバーがですね、ここのボードメンバー、イルミネーター、エンパワーという登場人物になります。で、ボードメンバーっていうのは運営をするメンバーですね、会を成り立たせる運営をいろいろ準備をしてくれるメンバー、そして、エンパワーという人たちはですね、このイルミネーター8人に、寄り添ってスピーチ作りのサポートをしてくれるっていう人たちになります。イルミネーターがですね、10代から20代の若者たち中心なんですけれども、エンパワーという人たちはだいたい20代から50代のボランティアの人たち、まあ、いろんな年齢層、いろんなご経験のあるボランティアの人たちがブリッジフォースマイルにはいまして、その方々が、ボランティア、エンパワーメント、イルミネーターたちをですね、こう寄り添って励ましてっていうような役割のボランティアの人たちが、イルミネーター1人に対してエンパワー2人がついて、で、行っていくと、一緒に準備をしていくっていうような、そんな形で進めているプログラムになっています。でですね、私たちは、イルミネーターの皆さんに、作る、伝える、動いてもらうって、この3つがないと、コエールっていうのは目的を達成することができないんですよ、と。まあ、結局、子どもを社会全体で育てていくためには、大人たちの協力が必要、その子どもの近くにいる大人たちの協力が必要で、その人たちに動いてもらうためには伝えなきゃいけないし、そのために作っていかなきゃいけないんですよねっていうことをご紹介しました。で、じゃあ作るってどういうことっていうと、まずはコエールっていうプログラムを作っていくっていうところ、それはですね、分担して共同する体制を作って、でみんなで一つのプログラムを作っていく。そしてここはイルミネーターの人たちに求められるところになるんですけれども、問題に光を当てるスピーチを作るんだということをですね、お願いをしています。まあ、なので、結構当事者スピーチっていうと、なんか、ああ、かわいそうな経験したのね、で終わってしまうような、こともですね、起こってしまうんですけれども、その、かわいそう、って思ってほしいんじゃなくて、問題解決を一緒にしてくれる仲間を作りたいので、問題ですよね、これって。私だけの問題じゃなくて、これ社会の問題じゃないですかっていうことを、きちんとですね、伝えられるようなスピーチを作ってくださいねっていうお願いをしています。で、今度はですね、それを伝えなきゃいけないですよね、と。で、コエールのことを伝える。
コエールっていうのがここにあるよっていうことが伝わらないと、結局ですね、広がっていかないですし、あと観客が分かる言葉で伝えること、聞いてくれる人たちが、専門用語ばっかりで何言ってるのかよく分かんないなとか、なんかここは想像してくださいとか言われても、経験がない人が想像するのってすごく難しいので、できるだけ具体的な言葉であったり具体的な事例だったりで、分かるように伝えてくださいねっていうお願いをしていきます。そしてより多くの人に届くツールで伝える、この辺はですね、広報活動、例えば Facebook とか Twitter とかそういう SNS もそうですけれども、いかにですね多くの人にこれが伝わっていくかみたいなところは運営側の頑張りでもあるんですけれども、より多くの人に、届けていこうということで、伝えるというパートになります。で、最後に動いてもらうというところですね。コエルに来てもらう、ソーシャルアクションに参加してもらう、来なかった人に伝えてもらう、こういうふうに、聞いてくれた人に動いてもらうっていうところも、コエル全体として意識していかないと、なんかせっかく頑張って準備しても結局なんかそこ止まりになってしまう。これがどれだけ隣の人に、さらに多くの人に広がっていくかっていうところまで、考えて意識していきたいねっていうお話をしています。イルミネーターのスタンスとしてはですね、コエルの一員でありますよというところ、一人一人がそのコエルのメンバーであるよというようなことですね。で、あと、演者としての役割と責任があるんですよっていうようなこともお伝えします。これはですね、もちろん当事者として、大変な経験をしてきている、ところ、親を耐えれなかったり、暴力だったり、受けてですね、非常に傷ついてきた経験なんかもありながら、それをですね、支援対象者として、ここに立っているわけではなくって、あくまでも、その啓発プログラムの中の一人の役割を持っている、担っているメンバーとして、責任を持って、そこに立ってくださいね、っていうようなお願いをしています。ただですね、演者であるとか一員であるとか言っても、その前の大前提としてですね、一人の人間として尊重されるんですよと。なので、嫌なことは嫌だ。もうこれは自分としては言いたくないみたいなことは全然言わなくていいし、なんか期待に応えなきゃみたいな、なんかこう自分が意図しないことだったり、希望しないようなこととかを、させられるというようなことは絶対あってはいけなくって、一人の人間として尊重されるっていうところを覚えててくださいねっていうことをお話ししています。で、なぜかっていうとですね、コエールというのは大きなリスクを抱えております。で、それもあって、自分のことを大切にしてくださいねっていうことを、お伝えしています。ついつい、こういうところでですね、無理をしてしまうことがないようにというお願いをしています、フラッシュバックを起こしてしまったり、メンタルが不安定になってしまったりすることがあります、これはですね、やはり自分の経験をお話しするっていう、で、日常生活過ごしているとですね、もう昔のことっていうのはどんどんこう記憶が奥に行ってしまうところをですね、もう一回その思い出すっていう作業をするわけですね。それ具体的にどういうことだったかっていうのを言語化していかないといけないので、その時に昔の体験がこう、わっと呼び起こされることで、フラッシュバック、その時の経験がですね、すごくリアルに蘇ってしまったりですとか、それによってメンタルが非常にこう不安定になってしまうということがあるんですね。で、あとはですね、そのスピーチをすることで、今の人間関係に影響をすることがあるかもしれない。例えば今、自分がそういう体験をしてきたってことを、職場であったりとか、身近な友人であったりに隠してる場合っていうのは、そんな体験あったの?とか、もしかしたら、偏見の目で見られる可能性もあるかもしれないわけですよね。で、また、せっかく最近、いい関係性が親とできてきたのにとか、昔は自分のことをその傷つけた親だけど、せっかく最近修復してきたとか、もしくは一旦切れてた関係性がここで外向けに発信することで親から見つかってしまった、もしくは親の友達からなんかあなたのなんか娘息子こんなことしてたよみたいなことだったりとか、なんかそういうですね、
思わぬところからせっかく関係性を切っていた親とつながってしまうみたいなこととか、まあ、あとは施設の中でこんな体験したんだみたいなことが、え、そんなの施設の時に言ってくれなかったじゃない、なんか今更なんでそんなことを私たちじゃなくて他の人に言うのよみたいなこととか、なんかそういうですね、人間関係の影響が起こりうるというところも、そのフォエールの抱えるリスクだったりします。でさらにですね、今の人間関係とかだけでなくてですね、将来にわたる影響も起こりうるというところですね。例えば今は、拡散が嬉しい自分、今はフォエールっていうのはどん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 発信していくっていうふうに言っているので、自分がスピーチしたこととか自分が話すってことが広く社会に知られていくっていうことが、今の自分は嬉しいし満足してるしやりがいを持っているだけれども、これがインターネットに残り続ける可能性もあるんですよっていうことですね。私たちはですね、ここ最善の注意を払って、例えばニックネームで呼び合うとか、本名が外に出さないとかですね、であと顔とかもですね、望まなかったら外には出さないよとか、そういうですね、まあ、できるだけリスクを下げるため の工夫はしてるんですけれども、それでもやっぱりインターネットに残ってしまう可能性みたいなものは多分にあります。でそうするとですね、こういったところからですね、それを望まない将来の自分がいるかもしれない、なんかもしかしたらもうフォエールっていうものに参加したとか、そういう虐待を受けた経験だったりっていうものを、全然こう必要としなくなった時、必要としない、そこにもう関わり合いを持ちたくないなと思ったりした時にも、そういったものがインターネットに残ってしまう可能性っていうのが否定できませんよというところで、そういったリスクもですね、考えておかなきゃいけない。そんなこともですね、踏まえながら、すごくすごくですね、発信については丁寧な準備をしていきます。段階を追ってですね、準備ができるように、これまず最初にエンパワーの人たち、ボランティアの人たちに研修を行います。で、その後ですね、もう一個前にイルミネーター専用 のイルミネーターの人たちだけの顔合わせの研修があって、でエンパワーとイルミネーターがそれぞれ初回を、終えて3月にですね初めてお会いして、まずは社会問題ってなんだっけみたいな、他の社会問題についてもちょっと考える機会を持とうかというような場を設けています。これによってですね、社会問題ってどうやって聞こえるんだろう、当事者じゃない人からするとどうやって聞こえるんだろうとかですね、ということを、話をしていったりですとか、あとはですね、自分たちに関わる社会問題について考えていこうですとか、これはですね、じゃあ子どもにまつわる問題ってどんなことがあるんだっけとか、あとは社会的養護といわれる施設や里親について今どんなことが問題になってるんだろうとか、そんなことをちょっと具体的に考えていきながら、この辺はワークショップ全体でみんなでワイワイやりながら考えていって、でだんだんですね、4月ぐらい、これは本当は合宿でやりたかったんですけど、まだまだコロナの影響もある中で、オンラインのワークショップでやったんですが、自己開示、原稿作成、プレプレスピーチみたいな形でですね、ちょっとずつそのスピーチの準備をしていって、で、このプレスピーチとスピーチ指導というところではですね、フジテレビのアナウンサーの方に来ていただいて、実際にどんな風に聞こえるのか、どんな風に伝えたらより伝わりやすくなるのかというような指導をしてもらったりとか、してですね、本番を迎えると。いうような形になっています。ちょっとこれ写真で見ていただくと、こんな感じでですね、ワークショップ、付箋を貼りながら、みんなでワークショップをワイワイやったりですとか、でこれはですね、フォエール当日のですね、これリハーサルの様子ですね、ここに司会をしてくださった、フリーアナウンサーのマチさんと、あと俳優の古原康久さんという、この方もですね、実は児童養護施設出身の方なんですけれども、
この2人に MC をしていただきながらですね、ここにイルミネーターがこう登壇して、でこう客席なんかもあるんですけれども、こんな場所でですね、スピーチの練習、スピーチのその当日の配信を行ってきました。でこちらですね、第2部で実際に今支援に関わってくださっている皆さんたちに、どんな支援をしてらっしゃるんですかとか、どんなきっかけで始めたんですかみたいなこともですね、第2部で、お話ししていただくことができました。こんな会場でしたね。